この間ずっと言ってきましたウクライナ侵攻の問題とそれからまあイスラエルの問題ですねまあこれがどういう展開をしていくのかまあ今イスラエルの問題が急速に大きくなってきているのでえどういうんでしょうあのウクライナの方が影が薄くなっちゃってですねでウクライナ軍の まあ、主要装備というのは、えー、いわゆる西側諸国からの軍事支援によることが非常に大きいのでよるものが多いのでこれが途絶えがちになると、まあ、かなり大変なことになるんじゃないかと、まあ、ウクライナ政府はもう今は気が気じゃないという感じなんでしょうね。まあ、最もっともだいぶ前から予測はされていたつまり軍事支援が ずっと続くかというとそうでもないかもしれないということですのでいわゆる西側の軍,、まあ、軍,事産軍事産業をウクライナにまあ持ってきてです、ね、そこでウクライナの国内で最新兵器をまあ量産して戦争にまあ使う備えると。 いいううことをかなり計画的にやってきてきたようです、ね、まあ戦車なんかもそうでしょうしまあ、えー、おそらくは小銃とかそういうことについても、えー、そういう扱いに、まあ、だんだん国内まあ、えー、国内で生産できるようにしていこうと、まあ、それをやった末にウクライナがどんな どんな顔形の国になるかというのは、まあ、現段階では想像ができませんけれど、うんまあ、軍事を中心にいろいろ回していくということについては、えー、当然いろいろな問題も起こってくるわけなのでしかし背にラは変えられないということのようですね。えー、まあイスラエルの方のの方話は、まあ、この後 まあゆっくりしたいと思うんですけど、えーまあ、アメリカがやっぱりそのなんかアメリカがその国際的な場でまあ示しているこの問題についての姿勢っていうのはあ、まあ、正確に言うとアメリカ政府ですねちょっとい異常じゃないかなっていう気がしてます。 まあ演技かもしれませんけど、ブリンゲンさんっていうのは、まあ私もユダヤ教徒なんだって言わんばかりの、あの、ことを、まあおっしゃったり、まあネタニヤフさんというね、まあ、イスラエルの極右政治家、まあ現在首相ですけれど、まあその人と、えー、もう抱き合うような、大変だったね、みたいな感じで <laughs>、あの、抱き合うようなシーンを、 メディアに公開さしたりしていましたから、まあ、アメリカは常にイスラエルとともにあるという、まあ、それに近い表現もバイデンさんもしたと思いますから、えー、まあある意味一貫しているのかもしれませんけれどしかし国連の特に安全保障理事会でアメリカが示している姿勢というのが極めて矛盾に、えー まあ強烈な矛盾に包まれたものであるかということについてはもう火を見るよりも明らかなので、えー、そのアメリカが一生懸命応援しているイスラエルが <coughs> ちょっと信じがたいような <coughs> まあ乱暴といいますか信じがたいようなあまあ残虐行為と言っていいと思うんですがをやっていることについて もう説明がつかうんですよね。あのよくまあバランスをとるような意識なんだと思いますが、えー、ハマスのやってることは <coughs>、えー、絶対に許されないことだ、まあ、当然そうなんです私もそういうふうに言いましたしでしかしイスラエルがっていうふうなことですよね、まあ、イスラエルがやってることに関しては、えー、ちょっとこのあと、えー まあ、また別に時間を取ってお話したいと思ってるんですけど、まあ、専門家じゃないんで <laughs>、まあ、いろんなメディア状況とかいうこともちょっと気になることがあるんで、<coughs> えー、まあ、そういうまあ問題がまあ,あるにはあるわけですが、日本国内でもなんか変な事件が、 連発しておりますね。誰があの郵便局に立てこもった拳銃を持った男が86歳だということを誰が想像できたでしょうかね。うん。まあ、年齢っていうのはまあ別にどうでもいいことなのかもしれませんので。 別にその年齢があの方をそういう行動に借り立てたわけでもないでしょうし、まあ、元からいろんなクレームの多い人で、えー、まあ、っていうような、いわゆるご近所の声みたいなあそ、まあ、テレビはね、そういう取材をせざるを得ないわけで、まあ、テレビも新聞もですけど、<laughs> えー、まあ、そういう人だったっていうふうなことと、 まあ動機に関してはそういうことが出てきてますしまあ拳銃の話はね実はちょっと私もちゃんとフォローしてないんでよくわからないですがえらい古いものなんですかねうんまあなんかその辺はよくわかりませんけれども拳銃の,あの銃声の音っていうのは私もあの現場で一回だけ聞いたことがあるんですけど 結構乾いた感じの音なんですよねでなんかうーん鉛の弾丸が飛び出してきて、まあ、人間の体でもどこでも貫いて、えー、貫き場所によっては、えー、一発で命を奪うことができる兵器というにしてはなんか軽い乾いた音だなっていう印象があったんですが今度のはそうじゃなかったみたいですね。 ドカーンみたいな音がしてたっていうふうな、えー、音を聞いた人たちの証言というのはちょっと興味深いところがありますがまあそんなあの妙作りな事件もまあ起こっております <coughs> えー、まあ全てのそういった問題の原因がこれかどうかはもちろんわかりませんけれどもえー 気候が本当にむちゃくちゃえで、ー、もうたまりませんね今日だって11月3日ですよもう暑くて <laughs> まあさすがにあの夜とか朝はちょっと冷えるので、えー、まあ寝る際にはそのいつでも、まあ、毛布1枚とかそのプラスして、えー、使,わない使えるようにして。 っていいう,うな方が多いと思うんですけど、まあ、とにかく気温最高温度が高いというねあしあ今日ですか今日は、えー、どこかで確か29度っていうのがありましたね真夏やん <laughs> もうあのまああの日 あの温度計っていうのはあのちょっといい加減の温度計も多い,多いあのそれはあのこれから言う温度計のことなんですけど車に積んでいるあの気温計っていうかあの温度計っていうのはまあまあいい加減なもんだと思いますけど今日あの夕方に車を出すんであの乗ったらですね33度って出てきてて <laughs> 一瞬目の前がクラッとあのこうなんか頭がこうクラッとする感じ。 <laughs> 冗談だろうっていう数字でしたね。えー、まあこれは気温だけじゃなくて水温も高いおそらくは高いせいで、えー、南の方でしか取る普通漁獲できなかった、えーまあ、魚の類がかなり北の方でも取れるようになってしまっているとか。 逆にその水の水温の変化でサンマの移動の仕方が変わってしまって、えー、沖合で取、えー、る時期に、えー、なぜかあの漁港にサンマが押し寄せてるっていうね、まあ、昔あのキャンディス・バーゲンが主演,主演,あの主演した、えー「魚が出てきた日」という映画がありましたけど。 えー、あこれこの話前したね確か、うんえー、あれはあの、えー、核物質あの、まあ、放射能の話なんですけど <coughs> まあとにかくなんか,ひっかき回されてる感じがあもう拭えません、えー、そういう中で何を着たらいいのかっていう <laughs> 問題も多分いろんな方が背負ってしまってるんじゃないかなと、まあ、思っております。 で今日う、まあ、頭の方でお話ししようかなと思っていたのは、先ほどもちょっと言いました、イスラエルの話です。でまあ、ハマスによる大規模なロケット攻撃があり、まあ、それによって、えー、人質に取られた人が200数十人。 さらに1,400人ぐらいのイスラエル人が殺害されているということがありました。でそれに対する報復空爆はもうすぐに始まりましたが地上侵攻がここ数日の間に、えー、北部から始まっていてもうかなり進んでいるようですしただその過程ではハマスの抵抗によってイスラエル兵が が命を落とすとすすいうようなことも、えー、こも起っているようです圧倒的に軍事力という意味では、えー、イスラエルが勝っていますから、えー、普通に戦争してかう相手ではないわけですねハマスにとってもで、まあ、地下道がどうこうとかいろいろ言われてますけどそれに対する対策もされているでしょうから幾分かのその 兵士の損亡はありながらイスラエルはもうすでに北部のガザ市というねガザ地区の中の最大の町ですけれどもそれは包囲をしたとその中にいるハマスはあこれからまあ殲滅するということなんでしょうねすごい話になってきましたで220万人いる ガザの市民は南部の方に移動させられて、まあ、全部移動しきったわけでは全然ないと思いますけどでそこでも十分な水や食料や燃料がない状況でなおかつイスラエル軍による空爆は続いているというすさまじい話です。で 特にこの間、これをやったら世界中からつまはじきにされようだろうっていう、あの、軍事行動を3日連続でやりました。4日目はどうなのかはちょっとわかりませんが。それが難民キャンプに対する空爆。えー、難民キャンプは、まあ、何箇所かあるんだと思いますが、ジャバリアという、えー、まあ、最大の難民キャンプ。 そこにまあガザ市であろうがその他の場所であろうがガザ,ガザの地区内っていうのは、まあ、ことごとくイスラエル軍の,行動あの軍事行動の対象にこれまでもなってきたわけなので、えー、まあそれは破壊すくされてる面がある。住まいを突然奪われた人たちが。<laughs> 難民として各地に集まっているその難民キャンプをそこにまあハマスがハマスの幹部が隠れているっていうふうなことなんでしょうね、えー、空爆してます。確か2日目ぐらいまでで、えー、ハマス側というか、えー、ガザ側のせ、えー、発表で。 190人ぐらいの市民ですかね亡くなったのが多分半分以上子供だと思いますけどそういうまあイスラエルにとっての戦果というものを挙げているようですまあ誰それを殺害したとかいうふうなそのハマスの幹部をねそういう話もあると思うんですけれど この爆撃の様子ってちょっと見ててあのおかしいなと思ったことがあるんですよ。それはあのかなり巨大なクレーターのようなものがこうできててでこれあの地下の構造物を破壊するための、まあ、地中で爆発するバンカーバスターっていわれる類の爆弾がありますけれどこれもう 多分2トンぐらいあるんだよね。ものすごい重たいもんですけど、それで地中をある程度深いところまで潜ってそこで起爆すると。いうものですね。それなのか、あるいは、まあ1トンぐらいの大型の爆弾なのか、あのもっと軽い爆弾ではあの起こらない類のクレーターだと思うんですよね。あのご覧になったと思いますけど、くれ大きな穴が開いてて。 その縁に、えーまあ、生き残ったパレスチナ人があ立っていてでおそらく家族肉親がそのクレーターの中で亡くなっているんじゃないかと思いますけれど、えー、あるいは周辺のがれきを、まあ、取り除くような動きをしている。ここの、ね、クレータータがバカでっかいっていうことうはつまり これはのもちろん私は軍事の専門家じゃないですからただ常識的に考えて、えー、いわゆる誘導弾じゃないってことでしょうおそらく。誘導弾だったらですねそんなでかい必要ないんですよね。で、うん、その戦果を確認するという意味も含めて言えばあの戦果を確認するという意味も含めて言えば。 バカデッカー穴を作るような爆撃っていうのは、それは、まあ、そのあたりの街並みを全体を壊すと。人間ごとね、うん。そういう目的の攻撃に使われたっていうことじゃないですかね。建物が当然いくつも崩壊してるし、クレタはいくつも空いてるわけですね。 F16 っていう戦闘機をイスラエル軍は持ってますけどそれはかなりのものを運ぶことができるおそらくその戦闘機をまあ戦闘爆撃機のようにしてえ置くことしてるんだろうと思います爆弾をそうするとね要するに幹部がいるところが分かって あのモサとかなんかの仕事でね分かってでそこをピンポイントで狙った結果っていう映像じゃなくてまさに標的はハマスの幹部ではなくてパレスチナの人と町そのものっていう攻撃の後のように私には思いました。いきなりその水や燃料や食料を止めて もう3週間以上になって、えー、まあ一部、うん、流通は復活してますけれどそれも非常に細った形ですよね。もうそれをやってる段階で、えーまあ、病,院病院で治療を受けてたような人というのは病院の機能がもう機能しなくな,りましなってますんで治療を受けられない。うん 確かニュースの中には未熟児で、えーまあ、治療というかあケアが必要な子どもが130人ぐらいいるのかな病院各病院にそういう子どもたちがいてその人たちの命が危ぶまれているその後どうなったかとかそういう情報はないですけど、うん、まあ要は。 こ,れもこの表現も確か何,か何週間か前に私使いましたけど皆殺しっていう,状態うんまあこんなものをね21世紀に実際にこういったことが起こるとは思わなかったですけどそういうことが起こってるんじゃないかというふうに私には思いました。 でそのようにして使われるつまり不特定多数の市民住民の命とそれから生活の基盤である、えー、インフラや建物やあまあこれもインフラと言っていいですけどもあるいは病院の施設学校、えー、そうしたものを破壊するために使用される爆弾。 これって核兵器ではないですけれど、えー、まさにこれこそ非人道兵器じゃないですかね。うん、だからそういうそういうタッチでの報道をしなきゃいけないと思うんですけれどもあの非常に ちょっとね、日本の報道の仕方にも問題があるんじゃないかなとえ思っております。それは、あの、まあ、両方とも悪いことをやってるんだっていう、まあ、どっちもどっちとは言いませんけれど、で、今の局面では、国際人道法に違反するとか、戦争にもルールがあるんだとか、イスラエルは自衛権があると言いながら、 やりすぎだとかまあそういう角度で言われてますけれどもでも決定的なところであの両方ともその悪いんだという話になってるそのその証拠というか、えー、兆候はどこに出るかっていうとあれ不思議な数え方してますよ。<laughs> 最初の数日間でイスラエルの市民1,400何人が亡くなったっていうふうな時にパレスチナの側でも1何0 0人っていうふうにあ同じぐらいの数犠牲者が出てるんだっていうふうに思った記憶があるんですよ。ところがその後どんどん死者は増えていきますけど増えてるのは基本的にパレスチナの側だけでしょ。 パレスチナがやられっぱなしで、えー、まあ地上侵攻するとかしないとかっていうことであのなんかねこれもこの前先週言いましたけどイスラエル軍が何かをこう押しとどめているというか何かを我慢しているっていうところが何かこう大ニュースのようにこう言われてますけどその最中に。 イスラエル軍が南部へ逃げろって言ってるその南部を含めたガザ市全域で激しい空爆をやって、えー、大勢人を殺しているわけですよね。それによって数はどんどん増えていって、えー、双方合わせて1万人を超えましたっていうちょっと待てよっていう感じしません <laughs> ?1 万人超えたのはそれはすごいことだけれども、えー これは普通の意味での戦争じゃないよっていうことをやっぱり言わないとだから今イスラエル側は1,400人ぐらい相変わらずそのくらいですよねパレスチナ側は多分9,000人とか超えてるわけですよで両方合わせれば1万人以上の人がこの間に亡くなったということになるんだけどそれを あのそれだけ報ずると、えー、いや、大変だね、両方でいっぱい人が死んでるんだねっていうふうに受け取られかねない、うん、いや、今はもうほぼ一方的に、まあ、この間の事情は基本的にそうですけれどね、ずっと、えー、一方的にイスラエル軍がパレスチナ人を殺害している状況というのが続いているということだと思うんです。 ただ、えー、現実にこれがその政治的な効果として今動いているのはどこかっていうと1,400人亡くなったっていうだけで実はイスラエルはそれはもう大変なことなわけですよ。まあ、もちろんそうですよ1,400人あの死ぬっていうのは大変なことなんですけどただこれが、えー、これまでは例えばそのイスラエル兵の方は 数人亡くなるとかねあのいろんな武力衝突があった時にも、えー、基本的にはパレスチナの側は石を投げたり、えー、まああまり性能の高くないロケット弾を打ち込んだりっていうことが続いてましたから犠牲者はイスラエルの側で出た犠牲者は決して多くなかったと思います。もちろんありましたけどねそれがいけない っていうのでネタニヤフ政権としてはもうこれが大失態なもんだからネタニヤフさんが政権を維持し続けようと思えば我々が想像するよりもより激しい先行、まあ、というか戦果を上げなければ。 徹底的に相手をやっつけないとイスラエル国民からの支持を失ってしまうということがあるので非常に危険な状態が、まあ、今も続いているということだと思います。あまあ、もう意識とととしてははもちろんハマスとガザ住民というのは イコールで,はないんだけれどでもパレスチナ人というだけで殺害の対象に頭の中ではもうそう考えてるんじゃないかと思うくらいです。まあそういうことですね。まあそのそんなイスラエルを少しでもまあ まあ違反行為を少しでもまあ減,らさ減らすというか、えーまあ、自制を求めるというのは変な言い方なんで使いたくないですけれども、イスラエルのそういう動きを批判する動きというのは、えーまあ、国,際連国連の総会の決議はありましたけど、まあ安全保障理事会はね、例によってアメリカが、えー、拒否権発動するんで、<laughs> えー 何も決まりませんけど。総会では決まった。さらに、まあ、先週言いましたグテーレスさんの。まあ、かなり本質をついた。まあ、コメントとか。それから。世界中で、まあ、市民が街頭に出て。イスラエルに対する批判を繰り広げている。まあ、特にアメリカでも。 大変な数の人が集まってで中には、えー、若いユダヤ人のグループもたくさんあるあの大勢いると。えー、バラシチに対するそういう、まあ、圧迫というかそれをユダヤ人の名前でやるなっていうふうなね、えー、つまりユダヤ人なら全員イスラエルを支持しているかというとそんなことはない。 まあそういうことがまあこっていると思うんです、まあ、これで地上侵攻の凄まじい結果が表に出れば出るだけそうした動きも強くなってまあやがてはイスラエルの国内の世論も変わってくる可能性がありますよね。まあ、そういうものに期待するしか現状ではないと。 ということですまあ何しろ仮にハマスを打倒できたとして、まあ、それさえ怪しいけれどもその後どうするんでしょうね <laughs> だって実効支配していたその何て言うんでしょうかあの武装グループ実効支配していた人たちを取り除いちゃったら。 何か変わるものを持ってこないと、えー、治安が保てないですよねよね。<laughs> まあなんか国連が絡むんじゃないかなと思いますけど <laughs> まあどうなるんでしょう。と、うんえー、いうところでまあこれ日本政府は。 まあ、アメリカに従ってあのイスラエルは当然の自衛権を行使してるんだと、まあ、言ってますね <laughs> 言ってるんだけどちょっと違い出してくれませんかね <laughs> アメリカだってあの公表してないところではやりすぎるなっていう、まあ、そういうベースの言い方かもしれませんけれども イスラエルの今やってる行動を全てを是任してるわけじゃなくて、批判的な、あの、なんて言うんでしょうか、接し方もしてると思うんですけど、日本はどうですかね。<laughs> なんか、上川さんっていう法務大臣あ違う、外務大臣だ。<laughs> 法務副大臣はこのまま変わっちゃっね。<laughs> 選挙違反で大変なことになってますが、それは外務大臣はなんか、 向こう行ってイスラエル人の人質になっている人の家族となんかハグしたりしてましたけど、うん、大丈夫ですかね。と <coughs>、えー、いうようなところで,、えーまあそうですね、ウクライナもあの大きな進展がこの間 あったしこれからまたさらにありそうなんですけど、まあ、ゼレンスキーさんがね、えー、私はユダヤ人だということなんで、えー、なんかしかもイスラエルを支持してるっていうところは今お話した内容の <laughs> 基本的な内容については、えー、私がマグマグさんから出させていただいております 2つのメールマガの中に内容として反映させたいと思っております。こちら有料のメールマガですので大変恐縮ですけれどももしよろしければ覗いてみて頂ければと思います。うん、初月無料に今もなっていると思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。えー、ということで1曲目よろしいですかねあこの人は前。 聞いたことあるかなねっ h u n ハンク・モブリー All the Things You Are。